お見事でしたね。私もお手玉は昔よくやりましたが、あんな妙技はとてもとても。そこの美しいお嬢さん、これをどうぞ。あ、私ですか。これは長い風船。いえ、遠慮しておきます。おっと、オイラとしたことが間違えた。これをこうして、こうで、こうで、じゃじゃーん。はい、どうぞ。花より美しいあなたに。まあ、一瞬にして風船がお花の形に。いただいてよろしいんですか。ありがとうございます。このバルーンピエロに作れるものなどめったにない。何でも作ってやっから行ってみな。じゃあ俺に美人の嫁さんを作ってくれ。あ、無理。面白いね。ゲームもすごいのにトークもできるんだ。静香さんも誘えばよかった。さあ、皆さんお静かに。ただいまより演者がこれ以上ないほど集中いたします。よっ。わあ、ステッキで片手倒立。クリア。うおお、逆立ちしてる人の足の上にさらに逆立ちで乗った。はやっ。ああ、さらにさらに上の人の足に椅子を乗せてお座りに。どやー。これだ、これだよ。さっきの子供たちにこれを見せてあげればいいんだ。いや、でも私らみたいな単なる中学生が急に子供を引率するったって許してもらえなくない。だったら大道芸人さんたちに向こうの手芸ブースに行ってもらうのは。お気持ちはわかりますが、そんなことをしたらここが空っぽになってしまいます。いいアイデアだと思ったんだけど。じゃあじゃあ私たちでやろうよ。え、勇者部には器用な人がいっぱいいるし、ひなちゃんだってさっきお手玉できるって言ってたよね。私にはとてもジャグラーの方みたいな技は無理です。あとあとバルーンアートはめぶきちゃんが得意だったはずだから、それで決まり。勝手に決まった。なせは大抵なんとかなるだよ。いいえいいえいいえ、なしたくてもなせないことは世の中にいくらでもありますから。大丈夫、私も頑張るから。ゆうきっち、なんかできんの。私、うん、多分きっと何かできる。そっか。そっか。ツッコミ組、今すぐ直ちに全員で助けに来て。私たちで大道芸？せっちゃんの知り合いのお店がピンチだし、子供たちも親御さんたちも大変なのだから。もうせっかが世話になってるって言うんじゃやるしかないわね。え、でもそのお店でいつも衣装の生地買ってるんでしょ。だったら勇者部が一肌脱がないと女が捨てるわ。だな。それに大道芸なんて面白そうじゃないか。速攻で何やるか相談しよう。まずはパフォーマンスと見せ場、必要な道具の調達係などに役割分担をしましょう。せっかさん。ついさっきされたばっかのむちゃくちゃな提案によくみんな乗るにゃ。でも私もそんなノリ嫌いじゃないと来てる。よっしゃ、ここは一丁やってみますか。おー。まず
買ってきてほしいものはお手玉に風船、一口大のお菓子をたくさん。あいあいさーん。で、ジャグリングはひなたね。一度に何個だったらできる感じ？ですから私のはただのお手玉で、数でしたら多分4つまでいけるかと。それで十分。ゆっくりとか早くとかも可能だったら、いつきちゃんとチーム組んでちょ。え、私はお手玉2つでも怪しいですよ。というか1つでも落とすかも。うん、大丈夫。そこは後で説明するね。バルーンアートは芽吹き任せていい？ええ、だけどあなたたちが見たっていうピエロの軽口みたいなのは自信がないわ。どこへ手下にやらしたらええねん。そうそう、メブは風船だけを頑張ん？ちょ、手下って私のこと？で、ちょっとみんなに質問。倒立で30秒くらい止まってられる人どんくらいいる？片手でとか逆立ちのままジャンプしたりはできないけど、それでもよければ。4、5、6、よし。じゃあもう一個確認。足を蹴り上げないで開いた足を横からグーって持ち上げる形からの倒立できる？全員可能なようだ。オッケー。あ、そうだ、先輩ってこういうのできます？お願いします。ほんじゃ、2、3回練習したらすぐ本番。勇者は度胸でやってみましょい。もう帰りたい。お腹すいた。しょうがないわね、あと少しなのに。先生、今日はもう失礼します。さあさあ、坊ちゃん、嬢ちゃんを立ち会い、勇者部大道芸一座がやってまいりました。何？こちらにおわすは希代の大食い魔人、マシュマロウーメンでござい。マシュマロ投げてあげるわね。1個、2個、3個。パクンパクンパクン。うわー、あのお姉ちゃんマシュマロを全部お口でキャッチしたよ。お友達の中でマシュマロウーマンにマシュマロを投げてみたい人はいるかな？では、皆さんでどうぞ。え、ちょ、まっ、それうおー、ぽく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 、うんうんうん、ごちそうさまでした。すごい、あちこちへバラバラに飛んだマシュマロを一個たりとも落とさないなんて。磨き上げたる食い意地の賜物。ご本、そこの美しいと言えないこともないお嬢さん。はい、絶世の美女である私に何か？あなたにぴったりな贈り物、こやつめがお作りしたいと申しておりまっちゅん。ワクワク、何かしら何かしら。花束ですの？それともおジュエリー？できました、どうぞ。まあ、なんて見事なお芋虫って、これのどこが私にぴったりなんですの？よし、掴みは上出来。あれ、静
母さん、どうして泣いてるんです？せっち、やっと決心してくれたんやな。うちと手に手を取ってお笑いの道へ進むかい。次行くよ。次さてさて皆様、ここからはご静粛に。声を出したら失敗してしまいますから。シーだってみんなシーだよ。あんなに騒いでいた子供たちがおとなしく体育座りを。ええ、無垢な子供だからこそ悟ったのでしょう、勇者様たちの偉大なるオーラを。ふっなもんじゃ。どれ、少し見ていこうかの。なる、個人がやっとるんは単なる逆立ちでも、ピタッと揃って並べば凄みが倍増する。作詞やな。さあ、ここからさらに盛り上がろう。せっかさんも早替えでいっちゃいますよ。あんたがったどっこさ、いい子さ、いい子どっこさ、くまもっとさ、くまもっとどっこさ、せんばさ。はい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 。いつきちゃんの歌に合わせてひなたさんがお手玉を。あら、でもなんだかだんだん速度が。せんば山にはたぬきがおってさ。石像を置いたのは。お友達、ちょっと触ってみてくれる？いいよ。えい。あ、動いた。これ人間？人間だ。こういうのパントマイムで見たことある。ゆうきさん、すごく上手だね。さあさあ、このピエロの魔法で硬い石像が柔らかくなりました。来て見て触ってどうぞ。わーい。ありがとう秋原さん。皆さん、子供たちがおとなしくなったおかげで教室も無事に終えられたわ。みんな、お母さんたちが頑張ってプレゼントを作ってくれたわよ。そうなのママ？ええ、初めてだからちょっと不格好だけど、幼稚園用のカバンね。お名前入りよ。ほら、このぬいぐるみパパが作ったんだぞ。もらってくれるかい？ワンちゃんだ。すごいねパパ、お人形作れるなんて知らなかった。よかった、子供っち喜んでる。いつの間にやらおひねりも飛んできて、大道芸作戦大成功。他のお店でピエロみたいな衣装も売ってて、とっさに買ってきてよかったです。よく見たらこのお手玉も手作りですね。中身は小豆でしょうか。とても温かい感じです。おばあちゃんたちの手芸チームが売ってたの。時々大社憩いの場に集まって縫い物してるんだって。そうなんですか。じゃあそこへ行けば刺繍なんかも教えてもらえるかしら。はい、そうしていただければきっと皆さん喜ばれると思います。今日はありがとうせっちゃん。私のわがままをすっごく素敵な形にしてくれて大感激だよ。うん、
ユーキッチがああ言ってくれなかったら、私は何も考えずにひたすら放置だったよ。でも意外と私、演出の才能もあったんだにゃ。なんて、みんなの個人技並べただけだけどね。いやいや、少ない技術を笑いでカバーした起点は大したもんや。おばら免許改伝やで、セッチ。大道芸効果で勇者部の出品したものだけでなく、周囲のお店の品も全部売り切れたみたいです。すごい。これでまた福祉施設に何かをくれるね。これはこれは、何のにぎわいかと思ったら勇者部さんたちでしたか。あなたは福祉課長さん。すみません、勝手なことやっちゃって。いいえいいえ、私たちは手芸教室に子連れの親御さんを招いておいて、後のことまでは考えていなかった。ですが皆さんのフォローによって、今日は大勢の人たちがまた笑顔の絆を深められたようです。本当にそうですね。課長さん、勇者部に感謝状でもあげてください。それはいいですよ。生地屋さんが今後はもっと割引してくれるでしょうから。おっと、そうきたか。相変わらずちゃっかりしてるわ。笑顔で笑顔を呼び、人同士を結び、幸せを広げる、そういう人のことを勇者と呼ぶのね。